はい、今日の晩ご飯でございます。メインはこれですね。これはカレーではございません。ハヤシライスでございます。それからこれ、これはスープなんですけど味噌汁なんですね。味噌汁の中になんかこういった春雨みたいなのが入ってるんですね。そしてコーン入りですね。コーンが入ってます。それからポテトサラダにこれはハムですね。はい、そういったぐらいの今日の晩ご飯でございます。それでは食べてみたいと思います。まずはじめにポテトサラダ食べてみましょうかね。これは私の大好物でございます。うまいですね。ハム、これもなかなかでございます。この味噌汁を飲んでみましょう。春雨入りの味噌汁、これもなかなかでございます。あとはこのハヤシライス食べてみます。どんな味がするんでしょうか。ちょっといつものを食べるハヤシライスと違うぞ。かなりなんか味にコクがありますね。これはうまいです。うん、うまい。今日はみんなうまいです。いいですね。こういったものを食べるときにお皿をガチャガチャ言わしたらいかんです。そうですね、まあ当たり前ですけどね。そう、なんかスープをするときなんかも手前から奥にこういうふうにねをすくうのがいいらしいですね。まあ当たり前ですけども、まあ私はじいさんですから、
ガチャガチャ言わせようが、手前に書き込もうが、何でもいいんじゃないですか。飯が食えれば幸せですよ。食べられない人もいるんですから、世の中には。貧しい国があるんですよね。昨日なんかテレビでやっとったけど、こんなところに日本人っていうなんか映画じゃない、テレビやってましたけど、あの貧しい国、あれどこでしたかね、もう忘れましたけど、世界にはああいう貧しいね国もあるわけですよ。こうやって三度三度のご飯がね、食べられるだけでもね、幸せと思わんなら、面白いテレビがあるんですよ。今日何だったかな。テレビ番組を見て、100均は面白ないな、あんまり。何だったかな。世界の村で発見、こんなところに日本人、あ、今日あるんですね。カメラのバッテリーが切れて、ちょっと今急遽ケーブルでつないでね、充電しながら録画やってます。こぼしました。じいさんですから、でもじいさんで済ましちゃいかんのですけどね。ハヤシライスうまいですね。春雨スープもかなりうまいです。はい。完食。あとはスープとポテトサラダですね。うまいな。
はい、完食。あとはスープだけです。はい、完食。ごちそうさまでした。ナムン。はい、そういうことでね、今日の晩ご飯でございました。ではまた。わーい。あれクリア。